種から多肉味噌ップです。待ちに待った秋がやってきました。ここ数年で言うと秋の訪れは突然やってくるという感じでしょうか。そして気がつけば冬になっている。なので少々暑くても暑さの質が変わったり暑いと感じる時間が短くなったのなら、植物たちにとって過ごしやすい時間はもう始まったと言ってもいいと思います。なので待ちに待った多肉ごと楽しんでいきたいと思います。まずは何と言っても頑張って夏を越えた多肉たち、そしてその中でもちょっとなんとか越えてくれた多肉たちを救っていきたいと思います。ちょっとしたお手入れで日に日に可愛く姿を変えていく多肉たちは毎日を楽しませてくれます。それでは仕立て直してほしいという合図を送ってくれている多肉たちを見ていきましょう。夏場に著しく虫被害に遭った多肉たち、もしくはこのように去年植え替えると約束して植え替えなかったもの、こういった苗は鉢の中で根が少し窮屈になっていることが多いです。もちろん状態が良ければこのまま植え替えなくても大丈夫なんですが、去年の秋植え替えると約束したので植え替えていきます。オープンしてみましょう。いきます。鉢を軽く揉みながら、硬い、はい、ほー、ご覧ください、根はしっかり張っていて、なおかつ白いふわふわの根も動き出しています。ただやっぱり役目を終えてしまった根も多そうなのでほぐしていきます。ご覧ください、触っても土が壊れません。根鉢がしっかりできています。ほぐします。ほぐす時も指の中で優しく揉むように。長い間お疲れ様という気持ちと、新しい白い猫たちにこんにちはという気持ちでほぐしていきます。株元もしっかりほぐします。季節が良いので大胆に根を触っても大丈夫です。できました。株元の役目を終えた葉も取っていきます。この時に株元チェック、虫がいないかな、茎の色は変色していないかななどチェックしていきます。植え替えの時は下葉を取ったり枯れた花芽を取ったりとてもほっしやすいです。こちら斑が入っていますが、おそらく季節的なものかなと思います。戻っていくでしょう。でもとっても可愛い。新しい根もちらほら見えますが、役目を終えてしまった根がほとんどです。なのでそういった根をカットして整理してあげればもりもり元気に育ちます。カットします。秋なので思い切ってこのくらいいきます。ほっほすごいボリュームです。ですが全然大丈夫。根をカットすることによって新しい根がもしゃ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 生えてきます。 1,2 ヶ月する頃にはあっという間に元通り。さらに新しく生えてきた元気な根は養分を吸うことができるので新しい葉をどんどん作ってくれます。楽しみ。続いて葉が溶けたり何かしらの影響で葉数が著しく少なくなったもの、ロゼットが不揃いになったもの、そういった苗を整えていきます。オープンしていきます。軽く揉んで
柔らかいですね。根が張り切っていない感じがします。どうでしょう、オープン。あ、やっぱりこのようにロゼットが不揃いになるもの、いくつか理由があります。大きくは病気か虫によるもの、そして秋の仕立て直しに関して言うと夏の高温による病気、それと高温時に発生しやすい虫によるもの。今回の場合は茎が黒くなったり葉の付け根が黒くなったりしていないので虫によるものだと思われます。探します。虫といっても大きな虫が出てくるわけではないので、このまま引き続きご覧ください。探してみたのですが虫がいた形跡がありません。そして茎も黒くないので一旦高温によって葉が溶けたけども乾燥によって止まった、そんな感じではないでしょうか。なのでロゼットを整えてそのまま植えていきます。もしも虫がいた場合はベニカスプレーなのでシュシュッとすれば大丈夫です。白い粉のような小さな虫ですね。形が整うまで一番外側の葉から取っていきます。はい、もうちょっと、これもいきましょう。こんな感じで植えていこうと思います。根は触ると少しポロポロ取れるのでこちらもカットしましょう。こちらも大胆にこう、こんな感じです。こんなに短く切っても全然大丈夫。もしも茎立ちしているようなら茎をカットしてあげてもいいですし、そのまま育てても大丈夫。今の季節なら何でも大丈夫なのでお好きな形に変えてあげましょう。最後はキューッとなってお水をあげても葉が広がらずちょっと様子がおかしいかなという夏でも冬顔の多肉、そういったタイプの多くはやはり虫や何かしらの原因があって成長できていないので、オープンします。いきます。もんでこう、うん、根がすごく少ない。ちょっとこれはじっくり見ていきましょう。軽くほぐしていきます。気分は安定です。そして気分はちょっとお医者さん、触るとお根がポロポロ取れていきます。あ、すごい、触るか触らないかで取れていきます。そしてこちら株元から新しい白い根が出ています。ということはこちらの下の根が機能しなくなったので株元から頑張って新しい根をこう、うん、と出しているところですね。こちらもこの機能していない根をカットします。これはもう思いっきりカットします。このぐらいカット、もうちょっとカット、全部カットしても大丈夫。今回はこのぐらいにしてみました。先ほどの元気な株と根を比べてみましょう。こんな感じです。株の大きさの違いもありますがこんなに違う。こちら根がなくなった原因はおそらく貝殻虫、今はもういないんですが少し茎に吸われた跡のようなものが見られます。茎がちょっとこうデコボコしてる感じですね。
ではこちら植え付けていきます。今回は鉢底にたっぷり穴の開いている A-25 を新しいお家に選びました。まずは鉢底石、薄くて大丈夫です。こんな感じ。こちらの苗、根がほとんどない状態なので鉢に半分以上土を入れます。このぐらい入れました。ここでマグアンプ、ゆっくり効くタイプの肥料なら何でも大丈夫です。今回はマグアンプを使用します。パラリ。マグアンプを使用する時の注意点なのですが、マグアンプはお水に溶けて効果が出るというわけではなく、根が伸びる時の作用によって効果を発揮します。なので根が伸びる近くに入れてあげましょう。薄く土を敷いて苗を置いて土をサラ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 。苗が中心に来るようにちょっと回しながらトントンします。できました。忘れてはいけないオルトラン、しっかり入れました。今回は根をカットしてすぐに植え付けたんですが、もちろん根をカットして1週間から10日待って新しい根の発根を確認してから植え付けても大丈夫です。今は季節がとてもいいのでどちらの方法でも大丈夫。ということで今回は夏頑張ってくれた多肉たちの仕立て直しお届けしました。やっと来たかと思ったらあっという間にいなくなるのが秋。めちゃくちゃ過ごしやすい時期ではあるんですが、ベストシーズンでいうととっても短いので優先順位を決めながら楽しんでいきましょう。1年2年植え替えなかったからといって傷んでいく多肉たちではないので慌てなくても大丈夫。楽しみたいことだけゆっくり楽しみましょう。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。